言いたい、ニンジャーラル言いたい。言っちゃっていいですか、言っちゃっていいですか、ニンジャーラル。お客さんにね、ちょ忍者なんだし、ちょなんかバク転とかしてよ言われがち、あると思います。分かってくれ、なんもできねえ。言いたい、忍者あるあるも言いたい。はい、忍者あるある行きます、忍者あるある行きます。直足袋ね、履いてるね、直足袋1ヶ月でボロボロになる、これあると思います。あるよね、これね、絶対。言いてえな。忍者あるある言いたい。これさ、マジで分かってくれると思うんだよね。言いたい、忍者あるある、忍者あるある、言います、言います。くのいちがね、私服に着替えるときちょっとドキッとする、あると思います。いや別に興味ないけどね、別に俺そんなくのいちとかさ、なんだろう、別にそんな興味ないけど、なんやろ、ちょっとね、あのいつも着慣れたね、くのいちね、からちょっと、そんな腰だったみたいな。はい、あると思います。メリークリスマス、メリークリスマス。はい、やっぱクリスマスにね、まあ、クリスマスなんだけど、まあね、忍者あるあるを言いたい。ちょっと忍者あるある言っちゃっていいですか、いきます。区内って漢字で書くのかカタカナで書くのかめっちゃ迷う。メリークリスマス、あると思います。メリークリスマス。いやー、まあクリスマスなんだけどね、まあ俺はね、相変わらずね、忍者あるあるを言いたい。はい、じゃあいきます、忍者あるある。ちょっとうるせえなこれな。忍者服を着るとなんか知んないけどめちゃくちゃ強くなった気がする。え、弱そう、あると思います。いや、明けましておめでとう。いや、明けちゃったね、2021年。まあでもね、俺はね、新年になっちゃったけど、相変わらず俺は忍者あるあるを言いたい。これ絶対分かってくれるわ、いくよ、忍者あるある。忍たま乱太郎のきり丸、いるじゃん、きりちゃんの、たまにする女装姿に可愛すぎて性癖をこじらせる、性癖をこじらせる、あると思います。絶対あるよ、な。忍者あるある言いたい、言っちゃっていいかな、みんな。これは多分ね、もうマジで分かってくれる、いきます。忍者あるある、忍者ね、忍者は、プライベートでもね、黒マスクをしがち。ハッピーニューイヤー、まあ、このご時世だからね。いきます、忍者あるある。忍者語尾にね、ござるって正確形、ね、あるよ。まあでも俺はね、そんなね、警察にござるとかね、言わんでござる。あ、そう、あー、忍者あるあるを言いたい、言いたい、言いたい、いきます、忍者あるある、これは絶対ハマる。忍者とは何か、考えすぎて眠れない夜を過ごす、眠れない夜を過ごす。いや、あるよね、うん、あると思います。はい、ありがとうございます。忍者あるある言いたい、忍者あるある言いたい。行きます。忍者あるある、忍者ネームが中二病炸裂、中二病炸裂。
はい、あると思います。これはね、基本みんなね中二病だからね。うん、いや怒んないで。うん、忍者あるある言いたい、忍者あるある言いたい。はい、いきます。忍者あるある、カラオケで忍者にバンバンを歌っちゃう、これはあるよね。うん、あ、じゃあやきゃみ、ああ、忍者あるある言いたい、忍者あるある言いたい、いきます。忍者あるある、忍たま乱太郎のあのね、くのいちの女の子3人組の誰かがみんなにとっての初恋、初恋は忍たま乱太郎。ちなみに僕はともみちゃんが好きでした。ともみちゃん見てる、ともみちゃん見てる、バイバイ。忍者あるある言いたい、いきます。忍者あるある、勝手に侍をライバル視しがち、いや絶対負けられないから侍よね。うん、かかってこいよ、ほら。いや最後まで見てくれてみんなマジでありがとう。よかったね、チャンネル登録よろしくね。またね。